んこんにちは、かよです。ようやく動画が1本作れるぐらい作業が進みましたので少しご報告したいと思います。はい、前回のですね、ステンレスヘアライン加工、こんな感じに仕上げました。実は3度ほどやり直したんですけれど、前回の動画では2000番から1万まで上げていた方がいいよって言いましたけれど、スケール的にちょっときつめなような気がしたので4000スタートにしました。4000で線だけをつけて、6000番も線だけ、8000と1万で、ちょっとこう 線を押さえながらの細かいこういう角のところなんかを少しこう何ですかね、撫でるというか磨くというか、削るっていうより、そう、磨くですね。ちょっと磨いて逆にツヤを出す。でも、やすることによってツヤがなくなるからツヤ出しではないけれど、なんて言うんでしょう、なんて言うんでしょうかね、ステンレスヘアライン加工のなんかこう白浮きしたような、感じを8000と1万で出しています。はい、さすがに3回目にもなるとですね、技術の精度が上がりますので角を削ったりとかする注意がもうインプットされるわけなんですよ、頭の中に。なので私は練習も兼ね、いきなり本番やるっていうそういう癖があるんですが、まあおいおいおいって思った方はちょっとびっくりさせてすいません失敗を恐れず進みましょうというわけで、ボディはこんな感じでいきたいと思います。そして次にホイールの加工に入りました。ご覧ください、こちらのタイヤの加工をやり直したいと思います。はい、だいぶ前の動画でここのホイールが光る電飾用に穴を開けてたの覚えてますか。ここですね、2箇所開けてここに LED を1個仕込もうと思ってたんですけれど、どうやらホイール全体がボワッと光るみたいで、でちょっと私のイメージ間違ってたんですよ。でしかも1つの LED だとなんかポッぐらいしか光らないので、もうちょっとこうここら辺からワーってワーってなりたいので少し変更しようと思います。でLED って砲弾型にバッて光るタイプと、チップで120度にふわっと光るタイプと2種類今のところ私の中では知っているんですが、よく使うものであるんですが、砲弾型だとちょっとでっかすぎるっていうのがあるので、チップをこの中に4つ入れてできるだけこう幅広で光るようにしたいと思います。そしてチップを拡散させるためにここの表面にすりガラス系のプラ板を作って貼って光を拡散できたらいいかなって思ってます。今回使うのはこちらです。じゃん、プラッツから出ているスーパーパンチコンパス、かっこサークルカッタースタンバースペシャルですね。これ結構前から出てるみたいなんですけれど、普通の市販のホームセンターで売られているサークルカッターなんかは、一番ちっちゃくってもまあ1センチぐらいが限界っぽいんですよね。やっぱ DIY 用なんでしょうね。ちなみにこちらは最小直径 1.5 ミリ、こっちか、1.5 ミリです。
1.5 ミリです。こんなすごいですよね。だってもうほら歯とこのセンターの軸がもうぴったりくっついてるから、もうほんとミリでいけるんでしょうね。ちっちゃい模型制作にはうってつけって感じですね。切れ味が気になりますが使ってみましょう。ちなみに最大は直径10センチのサークルまで切ることができます。とりあえずプラ板はセリアに売ってる100円のものを買ってみました。できるだけこれで切りやすいようにと思って薄めを選んだんですけどね。 0.2 ミリです。ここにチタン刃がついています。緩めて大きさを決める。あ、ちなみにこれはあのチタン刃替え刃はついてないけど、普通にカッターナイフの刃差し替えれるっぽいですね。でも若干ちっちゃい気がするけどな。普通にデザインナイフの刃だとちょっとサイズが違うみたいですね。これはなんかちっちゃめのちっちゃめの刃みたいなやつ探さなきゃいけないっぽいです。じゃあまずこの半径を測りダイレクトにいけるっていうのがいいですね。じゃあここでいきます。右回転1周2周3周、よいしょ。あ、ちょっと非力すぎたかな。あ、でも大丈夫です。綺麗に切れました。はい、こんな感じです。コンタクトみたいこれをヤスリですりガラス状にしたいと思います。こんなもんでしょうか。2000番です。はい、さっきのプラ板です。これぐらい曇らせてみました。ホイールをまんべんなく光らせるために4隅に印をつけました。真ん中の黒点は最初の A プランでボツになったやつです。後で埋めます。ここにつける LED ライトはこちらです。これをこのままポッとこの隙間に入れたいんですけれど、若干あの斜めにホイールがなっているので少しあの少し引っかかっちゃうんですね、蓋に。あ、落ちた。あ、あったあった小さすぎてもう手元から離れるとどこにいたか分かりません。ちょっとここが盛り上がってるというかもう少し綺麗に収まるように彫り込みたいと思います。スピンブレードの一番ちっちゃい1ミリでちょこっとだけ彫りたいと思います。意外と幅があります。はみ出ません。こうですね、大丈夫そう。
そして完成したのはこちらです。じゃん。まだプロトタイプではあるんですが、こういった感じで光らせようと思います。肉眼で見るとですね、こんなにカメラを通したみたいにまんべんなくボワって光ってはないんですけれど、まあ撮影には向いているかなっていう光り方をしてくれました。もうちょっとですね、LED の4点が肉眼ではもう少し見えるんですけれど、まあ設置した時も若干こう下向きなのでいいかなって感じです。あとこれはまだ一つのホイールだけですので、この辺ピックを使った電子工作の説明はまた後ほど全部まとめてやってみたいと思いますので、それまで電子工作好きな人はお待ちください。それじゃあとりあえず今回はここまでで終わりにします。また続きも楽しみにしててください。バイバーイ。